五、海義雄は、長崎県南松浦郡奈良尾村出身で、1940年代、後半に活躍した大相撲力士である。本名は、松竹義雄。1922年11月1日、長崎県南松浦郡奈良尾村で生まれた。同郷の東園に、大関まで昇進した五津島奈良男がいたため、その園で出羽の海部屋へ入門。 1940年1月場所にて、本名でもある、松竹の四嗜名で、初土俵を踏んだ。後に、小津島にちなんだ、小海吉尾に改名。序の口について以来負け越し知らずのままで1943年5月場所で、新十両昇進。1944年5月場所では、新入幕を果たすなど、昇進が早かった。小兵、軽量だが、 抜群の運動神経で、スピードのある突っ張りから右を刺してから、強烈なすくい投げ、下手投げを繰り出す俊敏、技能的な取り口は、端正な用紙と共に人気が高かった。それでも、戦中、戦後の混乱期かつ復興の真っただ中で、工業日数も少ない時期だったため、序盤や中盤に4連勝から7連勝しても、評判にはならなかった。それでも、 新入幕の場所では8勝2敗で大きく勝ち越し、1945年11月場所では、大関、佐賀の花勝みを切り返しで破る主君の星を挙げるなど、上位に対しても十分通用するほどの力量を身につけた。その後は、幕内上位から中位に止まっており、1949年5月場所では11勝4敗と好成績を収めて、技能賞を獲得。 次の場所では初めて小結びに昇進した。だが、内臓疾患を患ったことでこの場所では一生14敗と惨敗したほか、翌場所も一生14敗と不本意な成績に終わり、1950年、5月場所と9月場所を連続で全休したのを最後に、現役を引退した。まだ27歳だっただけに惜しまれた。引退後は、日本相撲協会に残らず、東京都港区で、 相撲料理店を経営したほか、京里、長崎で下宿屋を営んだ。2008年8月29日に、肺炎のため死去、85歳没。ありがとうございます。